欧州自動車道路40の標識欧州自動車道路欧州自動車道路はヨーロッパにおける国際的な道路網、ヨーロッパハイウェイ、欧州道路や国際 E、ロードネットワークとも呼ばれる国境をまたがって伸びており、ルートの決定は欧州経済委員会によって行われている。そのため、この道路網はヨーロッパのみならず、欧州経済委員会参加国である中央アジアのカザフスタン、 キルギスも含んだものになっている。多くの国では国の道路標識の隣にヨーロッパ共通の道路標識を表示している。しかしながらスウェーデンのようにヨーロッパ道路標識の表示に排他的な国もある。またイギリスでは全く同票を設置しておらず、アイルランドは最近計画された道路一つのみに同票を設置している。このように 道路標識の表示方法などは統一されていない。同様の国際道路網としては、アジアハイウェイやパンアメリカンハイウェイなどがある。路線番号の決定は1975年の欧州経済委員会で定義され、1992年の改正及びコーカサスを含む中央アジア諸国への延伸が2001年に行われている。その後様々なマイナーチェンジが行われて現在に至っている。 感染となるクラス A の道路は2桁の番号を振っており、一方で、ローカル線であるクラス B の道路は3桁の番号を振っている。例外もあるが、以下のような規則がある。なお、南北道路の場合ではヨーロッパは南北に広いため、101から129番の奇数番道路も A クラスとなる。101E 道路よりも西の B クラスの道路の番号は001から099。 まで,で名付けられる最初に決定された命名規則で考えていたよりも多くの道路が欧州道路として登録されたため多くの例外もある E47 と E55 号道路の2つのクラス A ロードはノルウェーとスウェーデンに敬意を払い番号変更を認められ E4、E6、e、号道路に名称変更したこれらの例外が認められたのはルートが長く 番号変更の際の費用が大きいものの、この地域のロードネットによく関連していたためであり、それ以降、スウェーデンとノルウェーはこの道路を国の表記と同様にロードネットとしての機能を持たせており統合している。この輸送路は南北間を走るものであるため本来や奇数をつけるべきところだが、これらの道路はスカンジナビア半島からデンマークを介し、ヨーロッパ本土をつなぐために、 このような名付けになった。その他にも特殊な例はいくつかあるものの、秩序を保ちにくいので、ネットワークを広げるときにのみ許可されており、ニーズは不必要に道路番号を変えたりはしない。スウェーデン、ノルウェー、デンマークなどでは、自国の道路網と統合しており、自国の番号は持っていない。多くの国では、E ロード表記は、自国のネットワークの一段上のネットワークを 形成している。標識は、どの道路に続いているのかを示すために多く、取り付けられているが、どこに到達するかは書いていない。ベルギーでは、E 表記が高速道路と関係している。このため E 表記に案内表記も表示されており、高速道路でない部分には案内表示がされていない。ドイツのようにわかりづらいものの案内標識を備えている国もあり。 その場合は、ドイツの道路網を使用しなければならない。イギリスやアイルランド、またはウズベキスタンなどのいくつかの国では、いい道路が、全く案内標識を備えていなかったが、2007年7月新たに、取り付けられた。2都市間のつながりはハイフンで示しており、フェリーの有無にかかわらず、海をまたぐ場合は3点リーダーをつけている南北、方面主要道路、編集東西方面主要道路、 編集南北方面、編集東西方面、編集、ありがとうございます。